はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、クルメ記念中野カップも、いよいよ最終日、えー、決勝戦の予想をお送りしたいと思います。はい、まず概要です。えー、っと、こちらですね、自力型が多く勝ち上がって、まあ、九州も4社、決勝に乗りまして、えー、九州作戦やまくり合戦が繰り広げられる、繰り広げられる混戦レースに、 なると思うんですが、えここへきて、えー、っと、2日目優秀、そして3日目準決勝と、えー、バックを取って、積極的に絡んできている浅井が、まあ、決勝の布告ということで、足も充実しているということで、えー、貫禄の本命に挙げました、えー。九州は4人並ぶんですが、 えっと、私はですね、えー、意外に,にも、あの、111期ルーキーの山崎を穴目に上げてみたいと思います。はい、えー、詳しく説明したいと思います。12レース決勝戦ご覧のメンバー。SQS 班から一番車浅井が勝ち上がってまいりました。はい、そして、えー、っと、並びがご覧の4分線。うん九州の並びがちょっと疑問ですね。 バック回数を見てみると、まあ、先頭を並ぶ、走る山崎が12回後出来。これはまあわかるんですが、その番手が吉本、まあ2番目のバック回数4回を取るものの、正直、まあ、記念の決勝では、ちょっとかく 的にどうなのかなと思う、吉,吉本が、えー、っと九州の番手を回ってしまっていると、井上が3番手までならということで、この城も回って、えー、これも久留米なんですが、坂本龍馬は4番手に甘んじてるっていうのはどうなんかな、なんか。 吉本も、井上に気を使った競争をしないといけないんじゃないかな、ということで、それが、あの、逆目,目に出ないといけない、出な、出る可能性もあるんじゃないかなと思います。まあ、ここは九州は、えー、っと、せっかく山崎行きがいいので、山崎、井上で並んで、その後ろに、あの、福岡両者が並んだ方が、 福岡、地元、久留米両社が並んだ方が、あの、地元に、地元、福岡、久留米税にとっては逆に、あの、しっかり、井上が番手まくりするんで、それを、そこを指すっていうチャンスだったんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれは、九州税をあんまり信用できなくなってしまったなと思います。 まあ他のラインの自力型はすごく、あの、一着、いずれも一着取るなど、充実してるんで、ちょっとこの忖度、政治的な並びっていうのは、ん納得できないかなと思います。まあ小馬賢也さんも、あの、YouTuber は動画でおっしゃえてたんですが、私も同感で、えー、長崎、長崎で並んで、 福岡、福岡で並ぶ方がいいかと思います。まあ、福岡は2人でやっても、ちょっと、あの、自力、もしくは、あの、点数的に格下なので、長崎医療者の後ろを回る並びがベストだったんじゃないかなと思います。なので、じゃあ、残りの5人の中から、誰をとなるんですよね。 アサイはですね、あえー、っと、さすがに特別の後だったんで、モチベーションが落ちるのかなと思ったんですが、実際はそうじゃなく。まあ、準決勝でし失格しちゃいましたしね、ちょっと残念。まあ、賞金も欲しいのかな。なので、まあ、 もしくはまあダービーじゃない、宮イに残った足の貯金がまだ残っているのかもしれないですが、連日、浅井にしてはかなり積極的な競争、2日目の優秀戦なんかも、もう間髪入れずにいって、山中、吉沢をインに封じ越えましたからね。このやっぱり優秀戦が決勝戦に、 あの、大きな影響を与えるんじゃないかなと、私は思うんです。まあ、吉沢も準決勝は一着を取るなど、うまく、あの、調子はいいですし、吉沢のメリットとしては、あの、九州を分断に行ける、一番行けそうなのが、吉沢。は一回、あの、前にこう切って上がって、九州の仕掛けを待って、 で、吉本あたりが離れる可能性があるんで、そこで、あの、うまく番手に入れば、吉沢あたりも、あの、は、山崎が結構いいですから、チャンスあるんじゃないかな、と。まあ、も、うん、一方、山中を、スピードはやっぱり、えー、っと、すごい持ってるんですが、 まあ、短期は悪くないんですけど、やはり、んなんか、上位陣にいると、格上の選手が集まると、そこでは足りない、じゃないかな。例えば、まあ、ミハ杯の最終日だったら、新田がいたんですが、 その2旦相手に、まあ、及ばずに、結局後ろにはまって、かわせの2着だったですからね。やっぱり、あのその辺の上位陣相手にすると、まだまだあの、トップスピードは素晴らしいものを持ってるんですが、力の限界、力といいますか、まあ、 あの、突破できないものがあるんじゃないかなと思っています。で、えっ、ー、と、展開としてはですね、バック回数が山崎が12回、そして吉沢も12回ですね。まあ、吉沢は、えー、まあ、隠しの、 まあ、勝ち上がりで確実にあの、先手を奪うっていうか、バックを取る競争をしてるんで、この数字になってる。まあ、前々に踏むっていう意思がすごく感じられる選手だからっていうのがありますね。だから結局決勝戦をいい位置取っちゃう可能性はあるんですよね。で、アサは、どっちかといえばちょっと待つタイプなので、 そこまでですね、まあバックも多くないし、意外と分断する競争はない。差しの決まり手が決まるときは、大概ですね、えー、前、前に中部の誰かがいるときっていうパターンになります。山中はもう、あの、仕掛け待って自分が持つとこから、あの、 まあ、かまし、というより、まあ、まっくりですね。早めのまっくりかな。このナビで言うと、前を取るのは浅いだと思います。で九州が押さえて、叩いて、吉沢切った後、九州が押さえて、叩いて、先手を取る。吉沢がその時どうするか。まあ、吉本が離れれば、 吉沢はそこの番手を逃しませんし、まあ、井上が離れたり、坂本が離れた場合、まあ、うまくハマり込む競争をするんじゃないかなと。まあ、ジム課無理に、あの、インネバリとかはしないとは思うんですよね。あまり、あの、せりかけてしまうと、えー、っと、浅いなり、 山中屋への枕を餌食になるんで、そこまで維持張って、あの、番手勝負はしないんで、まあ、吉本がきっちりついていければ、まあ、井上でもそうなんですが、まあ、引いて5番手を確保かな。で、浅井や山中はそこまで位置に執着しないんで、まあ、5番手取れるのは吉沢なんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、山中は、まあ、当然、 浅井はバックを取ってるんで取っててえ吉沢沢山中を詰めてるんでやっぱりあの先に浅井に行かれるともう詰まって終わりだっていう意識は吉沢なり山中なりあるでしょうから先に仕掛ける浅井より先に仕掛けるのは吉沢や山中だと思います。 まず、結果的には、それに乗る格好で、浅サが、参考なぐらいまでは、そのうし、えっ、ー、と、吉沢ラインとか、山中の後ろに追走して、えー、最後は、ま、まくり追い込みで、えー、っと、頭を取ってしまうんじゃないかなと思います。あ、穴も見えてしまいましたね。えー、っと、 あな、山崎なんですよ。えっと、実はですね、山崎、まあ、これだけあの、スピードある JK 型揃ってるんですが、山崎を近況 SQ シリーズ3日制かなり優勝できるようになってきまして、まだまだあの、上位陣となると、記念となると足りないのかなっていうところは、 あの、4月ぐらいまであったんですが、それからの SQ シリーズの充実ぶりっていうのが素晴らしいものを言って、ここは大きく、あの、決勝戦変わってくるんじゃないかなと。今場所変わって、あの、驚かすまでになったんじゃないかなと思うんです。で、えー、っと、吉沢が、 慌てて、えっと、まあ、えっと、番手を取ったりすると、山中が、あの、かる、かぶるの山中吉沢がカブうのを嫌って踏んできたとしたら、あんまり番手にはまってしまうという競争もあるかもしれない。 まあ、フルピッチでかけている可能性も十分あるかとは思うんですが、その時に結構フルピッチでかけたように見えても、こう、番手が伸びずに自分は2着まで残ってしまうっていうのが結構あるんですよね。まあ、本当に南に、南にごせるだけの 力はつけてきてるんじゃないかな。むしろ、だんだんと南を、あの時のルーキーチャンピオンから、あの、南を上回ろうとした結果が、あの、出始めてるんじゃないかな、という気がします。まあ、番手もつれたり、吉本がこう、まくってくる浅いとかを張った場合は、 ま、井上とかがつ、あのー、コースつくんでしょうけど、粘り足で、あのー、押し切っちゃうまであるんじゃないかなと私は思います。というわけでこの目です。えー、っと、浅いからは、まあ、ラインの吉本なんですが、これ刺し目は、ま、ほぼないんじゃないかなと思います。で、えー、次が山中です。 えっと、もしアサイが乗るとしたら、山中がの仕掛けに乗る可能性の方があるんじゃないかなと思いました。まあ、吉沢が行為を取ってるんで、スピード的に自力で、こう、あの、アサイの前にいそうなのは山中なんじゃないかなと思いまして、山中の方。 それからやっぱり、あの、恋取ってた吉沢との、あの、絡みですね。はい、まあ、ただ、浅井の方が、やっぱり優秀戦のあの競争を見ると、浅井の頭で、いずれも973の折り返しは薄めでいいんじゃないかなと思ってます。 で、それからですね、九州の中からは、えー、っと、山崎は後で説明しますが、3番手の井上が、あの、西武園記念の時にコースを縫って2着にあの突っ込んできてるんで、今回もそのパターンがあるんじゃないかなと思いまして、私を上げてみました。で、穴の山崎からは、えー、っと、一応番手の吉本、 えっと、そうですね。後方化は枕井が不発になった場合、井上が我慢した場合、この二人なんですが、まあ、井上、吉本は、なんか張ったり、番手枕落として、足使ってしまって、できれなかったりっていうことなので、吉本よりは山崎の、山崎じゃない、えー、井上の方がいいのかなと思います。 そ,そしてですね、えっ、ー、と、坂本がまくり、まくってくる目。まあ、吉沢も足してもいいかもしれないですね、ここは。それから、あの、4番手を回る坂本。もう、2着までだったら、まあ、地元の維持で突っ込んできてても、来てもおかしくないんじゃないかな、と思いました。 はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数を募集しております。えー、1000人を目指しております。この動画のタイトルを右側にチャンネル登録ボタンありますので、ね、ぜひぜひご協力よろしくお願いします。えー、また、高評価、コメント、えー、この動画の SNS など拡散も歓迎しております。えー、っと、 ゲーム動画で以降ではブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この画面、最後の20秒で、関連動画、動画プレイリストが流れます。お時間がありましたら、そちらを見ていただきましたら嬉しいです。動画プレイリストはですね、チャンネルをお持ちの方でしたら、登録が、えっ、ー、と、ブックマークみたいなことができますので、 リスト登録できますので、えー、登録していただいて、更新がありましたらすぐ見、あの、み見,見れますので、通知機能がありましたら通知も来ますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。はい、えー、ご視聴いただきありがとうございました。えぇ、ー、クルメ記念中野カップ決勝戦の予想をお送りいたしました。ゲーム動画でいこうでした。